もう毎日怒ってた、毎日怒るの、走んないです。あ、そうだっけ、覚えてない、覚えてない、走らせたいでしょ、だって走らせたいよ、それそりゃそうよ住まいとお金の失敗だ。この番組は人生100年時代、住まいもお金も充実した人生を応援しようをテーマに、あえて失敗談から学び教訓を得るという大人のための教養 YouTube です。人の失敗談は興味あるよね早速参りましょう。こちらはですね、東京都にお住まいの小野さん、46歳の男性でございます。いつも匿名なのに失敗談だから、ね、実名でありがとうございます、小野さん。ありがとうございます、こちらは窓が多い3階の角部屋に引っ越しました、はい、光も十分に入り風通しもよく大満足。いや、角部屋憧れでございます、いいですね、角がいい、うん、道路を挟んで向かい側にあるマンションは、うん、人が出られるようなベランダがない、うん、窓があるだけのマンション、これ安心だね。プライバシー守られてるじゃないですか、ね、いいね、安心安心。どうしたどうした。そのうち、うん、そのマンションの建て替えが始まったんです。はい、出来上がってびっくり、うん、我が家の窓の目の前に新築マンションのベランダが窓を開ければ目が合います。はっ、レースのカーテンをしていても向こうが見えます、はあ、だんだんと見られているのではと気になり始めて、堂々と換気もできない状態になりました。お気に入りだったのにまさかこんなことになるとは。住み替える際に近所の建築計画をきちんと調べるべきでしたと。いや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 、普通さ、後から建てる人はさ、ずらさない気使うよね。だってシャーって、あら、おはようってことでしょ。結構もうギリギリに、まあなんだろうな、立てたのかな。いやもうだってさ、動かすことができなかったのかな。かせっかくの角部屋がね、そう、窓開けられないなんて気の毒よ。いやこれはね、本当に困る困る困るのよ。このお便りをくださった小野さん、今回こちらに来ていただきました。え、勇気あるね。嬉しい、ありがたい、いいんですか、はい。じゃあ早速お呼びしましょう、はい、小野さん、どうぞ。お、あの話、クルポコの小野さんなの。はい、クルポコです、お願いします。よろしくお願いしますお願いします。いや、私ですよ、来ました。そうなの。よろしくお願いします。お願いします。どういうことこれ。どうよ、角部屋で、うん、もうすごい光がこう入ってくるから、羨ましい。やっぱこうなんか出る側の人間からこうするとやっぱこうなんか太陽いっぱい入ってくる部屋って運気がこう上がりそうで、明るくてね、なんかいいじゃないですか、うん、で気に入ってそこにまあ引っ越して、うん、この道路挟んで向こう側のマンションがまあちょっと古めのマンションだったんですね。そしたらまあそこが建て替えるってなって、うん、こっち側にまあ少し窓があったぐらいの、うん、だったんですけど、そこが建て替えたら部屋数がいっぱいのマンションが建って、はい、その何部屋もある部屋のベランダが全部こっち側こっち向いてた姉さん方、笑い事じゃないですよ全部こっち向いてた、向いてた、みんなに見られちゃってる。そうそう、なんか今まではもう全く全然気にしなかったですね。でもなんかやっぱり洗濯物干すので、あの各部屋の方ってまあ別に出てくるじゃないですか。出てきますよ。そう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 、目が合っちゃう、目が合うし、窓開ける時って一回こうカーテンもレースもバッと開けてからこう窓を開けて、でまあレース閉めてみたいんだけど、もうレースも閉めっぱなしのこうなんか窓を開けるみたいな、めんどくさい、うん、気になるね。それはかわいそう、住んでると気になることがありますから ね、まあ、ね。でもすごいいい部屋だったよね。いい部屋だった。あの一番最初に引っ越す前に一応せんちゃんに一緒に立ち会ってもらって、うん、おー、いいですか、どうこの部屋って結構いいでしょうって言ってね。あ、そうだっけ、覚えてない、覚えてない、一番最初来てもらったじゃん。あ、行ったか、うん、で、なんか変なとこないかみたいな、ちょっと見てもらって、一応こうボールも持ってってね、こうやって言わないから転がんない大丈夫だみたいなのをやりました。嫌だったのに、いやもうそんなでしたのに、ちょっと自然が近いと言えばよね、はい、気になりますよね。で、番組が調査した住まいのアンケートによりますと、うん、はい、家の中にいて外からの視線が気になったことありますか、うん、という質問に 39% の人が気になっていた。結構かなりの数の人がね、いや、そうなんですよね。視線対策はどうしていますか、
の質問に、うん、カーテンとかブラインドを閉めるが多数の意見です、うん、そしてベランダがある人は植物を育てて緑のカーテンを目隠しにしている人もいます、ね、確かに、カーテンねいろいろ種類あるんですよ、うん、レースでもねちょっと見えにくくなるのとか、うん、ありますありますよね、はい、うんうん、外から見えにくいやつそう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 ありますもんね、にしたりとか、うん、どうしました結局、まあ、結局なんですけど、うん、私は引っ越しました、はい、そんないい条件のところ、はい、こすこ、まあ、理由もあったんですよ、前その住んでたところは3階だったんですよね、うん、で子供が小さかったんで、うん、下の階に対してちょっとなんか騒音もすごいなんか自分なりにストレスになったとかあって、うん、子供ってもう走るじゃないですか、いや走りたいのよですよね、うん、毎日起こるんです、走んないでって、うん、でもそれも親が決めた部屋で なんか子供にそれ起こるのもなんかちょっと、うん、かわいそうね、かわいそうじゃないですか、かわいそう、かわいそう、なんか走らせたいでしょ、だって本当走らせたいよ、それそりゃそう、当たり前、怒りたくないもんで、子供もやっぱり走りたいんですよ、やっぱだから音立てないように走るっていうんで、かかとを浮かせて走るようになって、いろいろ考えてるんですよね、子供も。そんな気を使わせて令和にかかと上げて、かかと上げて、これだったらいいでしょみたいな感じで。いや、かわいそう。そういうのもあって、まあそれもあったんで、もう毎日起こるのも本当に嫌だったから、もう1階の部屋にこう引っ越そうと思って、1階だったらもういくらでも走っても大丈夫じゃないですか。確かに確かに。はい。じゃあ、まあ、ある意味、まあ、いいきっかけであったと。いいきっかけでした、ね、本当に、うん、あそこは良かった。でも怒らなくていいし、うん、向こうも好きに走っていいし、うん、もう両方とももうハッピー、マジで、うんうん、そして同じく引っ越し先での失敗談があります、はい、あ、こちらはですね、うちは仲良し家族なんです、うん、引っ越したマンションには子供部屋もあるんですが、うん、寝るときにはいつも家族4人一緒同じ部屋で川の字になって寝ています。仲良し、いいね。いつか子供はさ独立しちゃうんだから寝れるときは寝た方がいい。そうか、そう、本当に、うん、でも失敗談はありまして、うん、何、引っ越して1年、うん、何やら寝室にカビ臭い匂いが、うん、よく見てみると、うん、置いてあった木製の引き出しの中はカビだらけ、うん、棚の後ろのクロスにもびっしりとカビが、うお、おそらく密閉性の良いマンションで、うん、4人の寝汗による湿気怪我原因かと。棚も買い替え4万円の出費、仲がいいとも考えもんだな。どんだけ汗かいた、ね、うん、ちなみにこちらも東京都にお住まいの46歳小野さんからでございます。あたしです。エピソード持ってますね。いやいやいや、それはさ、引っ越した1階に引っ越した先で。そうです、だからやっぱり1階っていうのもあるかもしれないですよね。あるある、1階ある、ね、1階ある、やっぱりちょっと湿気がこう溜まりやすいっていうか ね、うんうん、ね、上よりはね、もしかしたら、うんうん、はいはい、僕大体遅れて後から寝るんですけど、そうですよ、ね、寝てるとこ入るとやっぱもうなんかボワッとした感じ、わかるわかる、うん、で寝る時にもう窓をちょっと見てみるともう結露が、結露、冬場はねすごいよね、結露、すごい、多分やっぱりその結露が原因でなんかこう木製の棚とかにこうカビが繁殖しちゃって、そこから1回出るとブワーってなっていくんで、そうですよね、カビはそうなのよね、あらららら、でも木製のものにカビ生えちゃったら、うん、もう木の中までカビがいっちゃうから、そうそうそう、これもう拭いてカビのなんかこう発生しないようにやっても無理、結局ダメですね、1回出たらね、はい、1回それでしのいだんですけどダメでした、うん、うわー、1回っていうのあったかもね。でも1回で気になるのは防犯面、奥さんちょっと1階は怖いなとか、ちょっとあれだなっていうのは、僕自身もやっぱ防犯に関してはすごいこう警戒心が高い方なんで、うん、僕が選んだ1階っていうのは、はい、ちょっとですね、駐車場にこう入っていくとき、うん、半地下みたいなのがあって、はいはい、その地下1階からこの1階だからここに半地下高さがあるんですよ、2階の部分みたいなイメージです。1階といっても、はい、1階なんですけど2階のイメージです、うんうん、へー、じゃあ簡単にはね、だから簡単にはそうなんですよ、うん、そこの部分では防犯的には大丈夫かなと思ってるけど、そこ気にされて選んだんだ、うんうんうん、幸い家にキネもあるんで防犯的にはね、あーそうだよ、いい防犯になるんだよ。
最悪ね。最悪はキネア。そうだよね。素晴らしい。うん、こっちにも嘘ありますから。嘘はちょっとあれだけど。重いよ、重いよ、重いよ。ね、自衛しなきゃダメよ。本当ね。今ほらほらあの鍵を、まあ、変えたりとか、うんうんうん、あのプラスアルファその、あ、自分で足すことができるという ね、防犯対策 ね、そう、うん、警視庁のホームページによりますと戸締まりはもちろんだけど、うん、ドアとか窓に対する防犯対策を心掛けることが大切ですよと書いてあります。ドアと窓なんだ特に、ね、窓ね。あ、そうですよね。そうか、ちょっとこう内側にフィルム貼ってこうなんていうの、割れにくく、割れにくくするとかね、そうね、そうね、割れても時間がかかるように、ね、そうね、ね、対策をするとか、うんうんうん、センサー付きライトをつけるのも有効的だし、そうですね、うん、いろいろありますね。ありますね。ドーベルマン買うとかね。そうね、どれもいいね。買えたらいいけど、まあね、いろいろありますから。自分でできるものがある、ね、番組調査アンケートによりますと、はいはい、普段から意識してやっている防犯対策は、うん、という質問に、うん、防犯カメラ、センサー付きライト、うん、そして鍵を複数つけるっていうのが多かったですね、うん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 、それから新聞を止める、取っていた新聞を止める、うん、新聞やっぱ留守になるとこう新聞が溜まってっちゃって、あ、そういうこと、ね、そうだね、このうち留守なんだって分かっちゃう、ありやすいんだ、はいはい、長期の時はやっぱり止めてた、なるほど、あ、何日か何日までお休みさせてくださいと、なるほどね、毎日、うん、やらなきゃダメだね、うん、中には、はい、植木の垣根の間に有刺鉄線をはわすいやそれさ個人宅でしょちょっと物々しくない皆さんしてますちゃんと自分でできる防犯鍵はね、うん、鍵はあの頑丈な鍵に変えました。昔のなんか僕たちが子供たちにやったなんかこうなんか鍵に対して溝があるやつとかはなんかこうパターンは少ないらしいんですけど、なんか今もう鍵がこう平面でなんか穴がポコポコなんか溝になってる、変わりました。そうそう、あれはもう相当な数ね、あのパターンがあるらしくて、鍵の業者の方じゃないですよね。あれ業者として喋ってた今あまりにいい鍵にするとさ、うん、あの合鍵が作れないんだって、ね、そうなの、作れないの、はいはい、だから最初に何本ってちゃんと言わないと後から作れないのよ。なくしたら終わりですか。そう、なくしたら終わり。らららら、難しすぎて、難しすぎて複雑すぎて、そうするとさ、あのあ、うっかり鍵持って出るの忘れちゃって夜遅くついて入れないっていう時あるよね。あれだから一回さ、それで、ね、あの車で30分ぐらいのところに、うん、あの義理の母がいるんだけど、うん、一応1個預けてるんですよ。そういうことね。夜だから行きましたタクシーで、忘れて、でお母さんすいません夜中にピーポンピーポンして、ね、そこだから良し悪しではあるんだけど、気をつけなくちゃね。次回の失敗談は、うん、気を使いすぎる家？何に気使うんだろう。ちなみにアッコって気使う人いる？息子だよね。チャンネル登録をしてお待ちください。SBI シニアの住まいとお金。